丈夫大丈夫よ。私悩み聞くよ、ヒーくんの。言ってごらん。優しい。言って。無理だね。いらっしゃい、ようこそスナック NB ガブリエラへ。ママのたかしです。チーママのひできすむです。セコの神です。3人合わせて NB ガブリエラです。皆さん何かが溜まってらっしゃる、ということで、今回はインスタグラムで皆さんが溜まりに溜まっていることをつぶやいていただいたので、それを発表して一緒に憂さを晴らそうという企画でございます。あー、優しいよね。優しい。私たちって本当に優しい。言っちゃった。皆さんのその疲れを癒して差し上げましょう。便秘。それはね、普通に、ね、何かが溜まってるとかね、うんこが溜まってる。うんこ溜まってるから、そう、あのコーラック飲むとか。彼氏ができない。ハイスペ彼氏降ってこい。わかりますよ。ハイスペックな男っていうのはやっぱりすごく。もう売れてますね。そうですか。売れてますね。そうですね。ハイスペック求めるよりまず自分がハイスペックになるの頑張った方がいいと思いますよ。確かに。あら、わ、素敵。やっぱハイスペックの男の人はちゃんとさ、ハイスペックだから脳も。だからハイスペックじゃない人のことは避けるじゃん。頭いいから。そうだね。そうだから出会わないっていうことは自分がハイスペックの男の人からしてみれば使えないと思われてると思った方がいいですね。うん、そうですね。だから私も自分がハイスペックだから相手が物のいちゃってなかなかできないのかな。っていう風にやっぱりすごく感じますね。皆さんこういう風になると一生何もできない。皆さんいつもお手本にするといい、この人何が、うん、私の半分に強し、そう、こういう感じにならなければギリ大丈夫だっていう風に皆さん思った方がいいですね。なりたくてもなれないじゃないですか。ハイスペックすぎて。なりたくねえわ。ライブ会場が小さすぎると思います。ですって。いやもうほんとそれだったらね、何百人も連れてきてほしいです。私たちがね、会場をね、大きくしたところでね、結局大きくしてもね、埋まらなかったりするんですよ。だから、私たちもやっぱり赤になっちゃいけないし、あのマイナス出ちゃダメだから、確実に埋まる箱から攻めていくしかないんですよ。それだったらもう動画見てるだけじゃなくて、実際にライブ会場に足を運んでくれる人が増えるといいんですね。だから私たちもそのために頑張ってるので、皆さんもそう思ってくださってるんだったら、ぜひ一人で行こうとかじゃなくて、何人も魂とだけ飛ばして応援してますとか言うんじゃなくて、ちゃんと来ていただく、それが一番いいと思います。間違いない。私たちも頑張りましょう。そう、頑張りましょう。私たちのせい、全部私たちのせいかもしれない。お金がない。働け、働こう。ストレス発散なってんのこれ。なってると思う。なってますか。なってると思う。私たちが子供が多くて、洗濯しても洗濯しても洗濯かごに新たな洗濯物。ああ、一回洗濯カゴ隠してみればいい。いやいや、それを洗濯しなきゃいけないじゃない。洗濯物ってどうしてあんなにたまんの。私この間2回回したんだけど。溜め込むからよ。バカね。だからさ、一人暮らしでさえそんなこと起こっちゃってるのに、子供いたらさ、子供で4人家族、ね、5人家族、ほんと素晴らしいなってやっぱ思う。それでサッカーでもしてみなさい。ねえ、泥っこよ。そうよ。で、雨なんか降っちゃった日にはさ、うんってなるで、一緒に笑えないから一回手洗いしてね、お湯汚れは落としてから、ね、まあ臭いんだわ、子供。ねえ、彼氏が自己中、不安にさせる、セックスレス、僕がネガティブになってるだけ、幸せになりたいだけ。僕っ子。僕っ子だね。ゲイ。あ、ゲイかもしれないかも。あ、ゲイかも。幸せの、その彼の幸せの定義は何だろうか。彼氏が自己中じゃなくて、セックスしまくってくれることじゃない。で、安心させてくれるんじゃない。もしそれはさ、幸せの定義と、その方が思うんだったらもう見合わないのかもしれないわよね。なるほどね。それが見合わないというふうにするならばもう難しいんじゃないのかね。まあ全部言ってみればいいんじゃない。自己中すぎ、セックスしろ。言えばいいんじゃない。それしかないよね。そうそう、それで満たされるんだったらね、うん、まずお伺い立てた方がいいかも分かったわ。そうね。そうね。愛されたいのよね。だからね、愛されてるという実感が欲しい気がするのよ。そうね。モー娘。歌ってるじゃない。愛されたい。
愛されたいだ、はい、そういう曲なの。あ、素敵、うん、私も愛されたい。ちょっときついかな。友達ばっかり増えてく。友達っていいじゃん。いいよね。そうだよね、うん。不安にならないし。そうだよね。セックスレスでいいし。そうだね、セックスレスが正しいしね。自己中でもいいじゃん。そうだね、なんだなんなら。友達最高。イライラしてムラムラする。それはね、多分ね、ムラムラしてイライラするの間違いだと思うよ。逆だと思いますよ。ムラムラしてるからイライラするんだと思いますよ。なるほど。イライラしてるからムラムラするとかじゃないですよね。なんかやればいい。旦那の態度、気持ちの落ち込みがそのまま外側に出るからこっちが気を使う。大人なら隠せ。家でさ、例えばさ、どうしても外で落ち込むじゃないですか、うん、それは外では出せないじゃん、うん、でも家で出せなかったらじゃあどこで出すんだろうって話にもなってくるじゃん、うん、家族だったらね、うん、それをさ隠したらさ、家でもさ、うん、じゃあ旦那はどこでさ、そのさ落ち込みを出せばいいのともちょっと思う。わかる。なんかさ、うん、程度があると思うし、うん、何も喋らないのにただひたすらハーハー言ってて機嫌が悪いみたいな感じだったらちょっと問題だけど、うん、家で落ち込んでることに関しては、うん、なんか発想の転換で、ああ甘えてるんだなって思ったらちょっと可愛く見えてくるんじゃないかなって私は思うの。なるほどね。で、どうしたの、今日何があったのって聞いてあげたらさ、優しく聞いてあげたらさ、うん、あのねっていう話になったらさ、うん、なんか2人の会話になるじゃんそれが、うんうん、っていうのもいいんじゃないかなって。それでさ、もうさ何をなんかまたさすごい暗いの顔してさみたいな感じの言い方しちゃったらさ、うん、向こうもさ、もうじゃあどこで自分は助けを求めればいいんだみたいに、まあ居場所なくなっちゃうよね。そうね、本当ね、うん、だからまあやってると思うけど、うん、なんかちょっと寄り添ってあげてみるのもいいんじゃないかなと思うけどね。私もそう思いますね、うん、やっぱり家っていうのはね、自分らしくいたい場所だとも思いますしね、うん、リラックスする場所。あとなんかこう相手に優しくしてあげて、うん、まあ話聞くのもだるって思うかもしれないけど、うん、私も大変なんだよ家でって思うかもしれないけど、相手の話聞いてあげて、相手がちょっとほっとしてありがとうみたいな感じになると、うん、こっちもすごく満たされた気持ちになるからさ。そうね、そうね、そうそうそう、うん、なんか2人で満たされてほしいよね。そうよね、うん、それがなんかさ当たっちゃったりとかになってくるとちょっと話変わってくるけど、そうそう、まあ、自分に害が及ぼされてるじゃない。落ち込んでるっていう感じなんだと思うね。そうね、うん、やっぱり寄り添ってあげるみたいなことができたらね、うんうん、いい気がする。私もねそれぐらいのマインドではいるんだけどね、なんかこう落ち込んでる方をあの満たしてあげるような感じの習慣がなかなかなくてですね。さらに落ち込ませるみたいな。ねえ大丈夫、大丈夫よ。私悩み聞くよ、ひーくんの。言ってごらん、優しい、言って。無理だね。人が似てる。私はシャンプー詰め替え係じゃない。なるほどね。まあ排水口の髪の毛とかそういう感じよね。なんかシャンプーなくなってたよとかって言われるんじゃないか、うん、なんかもう役割分担を決めるしかないのかしら。もうね、深く考えない方がいいと思ってる私、そういう生活の細かいことに関しては。なんか言うのよ永遠に、そういう人って。確かに、ね、しかも絶対に入れないわけ。入れないね。そうだからもうね、パターンはね2パターンなんですよ、はい、そのね、一回言ってみて、シャンプー気なくなってたって。あね、シャンプーなくなってるよ。 OK、 これが1パターン、うん、で詰め替える。もうそれの方がストレスない、うん、もう詰め替えちゃう。そう、もう一回言って。あ、シャンプーなくなってるよ。あ、じゃあこれ渡すから今詰め替えて。これが2パターン目。自分でやってって口で言うんじゃなくって、もうその場でやってもらうっていう行動を取る。それで、え、やってよって言われたらそこで揉めればいいと思う。なるほど。なんでよってことなんですよ、言えばいいじゃん、うん、そう、そう、それだと思うよ私は。もうでもね、私は1つ目が一番いいと思う。もう何も考えないじゃん。
ッケーっつってやっちゃえばいいと思う。いいのよ、それもうそれしかない、そういう人は治んないから。こないださ私さグータンヌーボー見てたわけ、うん、でそしたらさ長谷川京子様がねすごいいいことおっしゃってた。なんだよ。もうね男の人ってすごいもう正論がすごく苦手だから、だからもう言い方なのよねって、これやっといてもらえると嬉しいなみたいな感じで言ったりする、どういう風に持ってっかなのよみたいなことを言ってて、うんうんうん、いや素晴らしいなと思って拝見してたんですけど、私昔付き合ってた人がさ一緒に住んでた時にゴミをどうしても捨ててくれなかったわけ、うん、だから朝ちょっとそのテンションにでやったら捨ててくれるようになったのがあって、うんうん、ゴミをまとめてはあるんや、うん、でも水、うん、身もしずせず出ていくわけ、うん、いつもだから、よかったらこれ持ってってって言って言ったら持っていくようになっちゃう。だからその場でね、そうそうそう、そうなんだよね、うん、なんかね、下手に出て言い方変えてもね、やらない人は本当にやらないから、そうね、そう、なんかやってってくれたら嬉しいなみたいなこと言ってやるような人だったら初めからやってくれるわけよ、本当で私は思っちゃう。そうね、それがやっぱりその人の人格だったりとかね。そうそうそう、でもさ、うん、もうこの人と結婚したのこの人と付き合ってる以上私が、うん、そうだからもう永遠にシャンプーを入れる私はこの人のためにって思って生きていく。この人がシャンプーを使えなくなって頭が臭いぐらいはマジだ。そう思う。逆にそれをさ私のためにでもいいかもね。私がシャンプー使うから私は私のためにシャンプーを入れるだけ。そう、この人が今それを言ってくれなかったら私は全裸でスコスコやるだけだった。そういう感じで思えばいいじゃないですか。なるほど。そうよ、ちなみに教えてくれてありがとうでいいのよ。そうよね。ちなみに言っとくね、一人暮らしはね自分でシャンプー入れるの。自分で髪を出すの。そうよ、そういうことなのよ。誰かがいるから誰かがやってくれると思うからいくの。そう、シャンプーを言う。そしたらもうシャンプーがなくなったって報告してくれる要因がいたって思えばいいのよ。それだけでめっけもんだわよ。素晴らしい。私たちエンビーガブリエラは6月28日に待望のメジャーファーストフルアルバムエンガベーシックを発売いたします。あー楽しい。そしてそのアルバムを引っ提げて6大都市ツアーエンビーガブリエラライブツアー2023エンガベーシック開催決定でございます。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。以上エンビーガブリエラでした。